ここってどれぐらい切るもんなの？耳の横ぐらい切る？広げたらこれぐらいの穴ある。頭ぐらい。よううちらこんな産んだな。すごいな。すごかったもんな。ちょっとめっちゃ変なってる。ほら全然いけたやん。さっきの長さで。こっちこうしたらいいの？真ん中にするから。何がよ。皆さん、明けましておめでとうございます。2022年一発目の動画はですね、ボーの初のヘアカットをしていこうと思います。笑っとる。おいでおいで。はい、今日はバーバも一緒です。ボー大きくなったやろ。ボーボタン、ちょっとね、動画の、アップの頻度が遅くて遅くてすいません。鎖骨や。今年はですね、もうちょっと動画のアップたくさんしていこうかなと思ってますので、頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、早速ボーの初のヘアカットしていこうと思います。イエーイ。もう後ろで遊びたくて仕方がないみたいな。してるけど、切ろうか髪。切ろうか。今日はジジジもバーバもみんないます。さっきまでみんなで朝からすき焼きを食べました。ほんでさ、乗り物に乗った状態でヘアカットしてもらえるところに予約しようかなと思ったけど、予約取れなかったし、言うてもったいないから家で切ろうということで、はい。リリーのおかんでーす。ボーのバーバでーす。はじめましてやな。はじめまして。あのサイコパスのママでーす。はーい。バーバ大好き。これどうやったらいいの？袋のつなげてるところの。あー、ここか。これゴミ袋、45リットルのゴミ袋の底の部分の真ん中を首通すってことやな。うん、ちょっとやで。そんな深く切らなくていいから。これぐらい浅く浅く、うん、こんな浅くで入る？頭が通ったらいいから。今これぐらい切った見える？で、広げたらこれぐらいの穴ある。頭ぐらい。よう、うちらこんな産んだな。なあ、すごいな。知りたかったもんな。はい、どうぞ。待って待って。おー、完璧や。バン。後ろはなんかくくっとく？うん、ああ、イエーイ。引っ張らないで、引っ張らないで。こんな感じで後ろの穴が隙間できないように作ってます。はい、じゃあこれをこうやったらいいのか、うん、売ってるもんな、うん、100均とかで売ってるかもしれへんけど、なんかとりあえず熱いな。断面切ったけど熱っ。これでも切れ味悪かった気がすんねんけど。切れ味いいわ。ちょっと待ってよ。これどうやってる？みんな寝てる間に切ってんの？起きてる時に？この前でもなんかフォロワーさんがさ、うん、動きまくってるからな。至難の技やって切んの。ミスって前髪なくなったって言うてた。こうやって絵出したる？出さん方がいい？まあ、出してもいいけど、まあ可愛い。ここちょっと。あ、いけたいけた。はいはいはい。いいよ。ほな、ちゃうな。電車に揺らしといていいか。あ、これと持っといて。これとトーマス。あ、そこ。あ、トーマスだ。持っといて。いくよ。はい。ほんなら。前髪を。こう解いて、こう解いて、あ、なんでここまで伸ばしてたかってあれやん、なんかコフで作ろうとしとったよ。伸びひんねん。スピードも遅いしさ。縦に切ります。これぐらい、いった。自分の手切った。いった。ちょっと待って、ちょっと横から切ったら縦も難しいけど、こう、うん、ちょっとだけ横に切って、あとで透かすようにしたらいいんじゃない。ああ、しくったわ。これハサミめちゃめちゃ切れ味悪い。前髪カット用とか買えばよかった。よいしょ。ちょっと待って、あ、これは、てて今のとこまだいい感じちゃう。なんで、もうちょっと切れない？もうちょっと切ろうか。ここもうちょっと、ここ切りすぎたらあかん。斜めにここでも切らん方がいいな。これで
ちょっと待ってよ。ボーがここんと毛が少ないよ。なんか引きつけといて、これ。あ、切りすぎたかな。これぐらいのなかった？え？目にはいらなかったの。分かってるけど、めっちゃ短かったよ。こっち向けてよ。こっち向けてよ。待ってて。違うおもちゃ、なんかパパ貸して。待って。めっちゃ綺麗すぎた。どうしよう。ほら、全然いけたやん、さっきの長さで。こっちこうしたらいいんや。真ん中にするから。何がよ。ほら、もう立っとき。立たしてよ。パパ持って、パパ持って、こうやって持って。ラッコちゃんがジージ登場で、ちょジージここ座って。あ、いいだろ、座らせて。いやいや、あれ何のそれ。こっち向いて、こっち向いて。めっちゃ切ってんねんけど、さっきの絶対切りすぎたわ。ちょっとめっちゃ変なってる。深川亮みたいになってんで、ね、やってるって。何これ、斜めの方に、斜めの方に。ここ切りすぎたら怖いわ。斜めだと分かってんねんけど、うん、せやな。どうしようかな。ちょっと動かんといてんのが。こんなんさ、家族で美容師とかめっちゃええよな。ここはもう本気でいけるからいいよ。ここはもう触らない。ここはもう触らない。横ってどうやって切ったらいいんやろ。これ美容師さん見とったらめっちゃいいってなるやろな。ここってどれぐらい切るもんだよ。耳の横ぐらいでいける。耳の横ってどこ。耳上。あ、耳の長さぐらいってこと。あ、でもこれここで作りたいからさ、ここら辺ちょっとこうやって作っとく。あ、かわいい。ちょっと待って、これ着る前にさ、こんなの出すこともないねんからさ、最後にさ、2つ作りちょっと記念に取っとこや。懐かしい、こんなその、うん、待って、ゴムでかすぎて全然あかんわ。ちょっと待って、もう嫌やば。金のやつ嫌なってきた。めちゃめちゃかわいいで、これ2つ作り。そんな男の子やね。でもこれとりあえず前髪だけにしといたの。あ、そうやね。そうする。これで予約取ってね、横は難しいから。うん、そうする。今度はこれ2つ僕で急遽終わりにする。それか、まあ、近いの辺でみんな半分前のところでこう取ってくるか。コボちゃんだ。めっちゃ可愛い。ちょっとやっぱり切るのはやめていいですか。ちょっと怒られそう。サムネにヘアカットとか言いながらさ、二つ作り、ちょっと待って、これ一回取ろうか。じゃあこれ取ろう。どこ袋取ろう。待ってや、ちょっと待ってや。あ、まだ取らといて、あ、取らといてって。待って。可愛いからさ、やっぱり切らねへんわ。めっちゃ嫌がんねや。うん、そんなん別に慣れとったらさ、女の子もさ、最初は嫌がるやろ。慣れやろ。だからなんか気取らしといて、ママ、そっちで。こっち、ここでペッペッペッって、ちょっとやっといて。ママ、これペッペッペッってやって、ペッペッペッってやって。多分これ見せるから、見せたいから。めっちゃ可愛くできたよ。ひめちゃん、寝たいね。ありがとう、パパ。あげる、これもあげる。髪の毛全部切る予定だったんですけど、まず前髪だけにして、後ろの髪はやっぱりプロに頼もうかなと思います。2つくくりが2歳3歳とかなったら多分やらせてもらえないと思うので、今の1歳の間たまーに女の子ごっこをして家の中で遊びたいと思います。短くなったよ。まだそんな失敗じゃない。あり、横で妹がうなずいてる。よかった。はい、ということで、なんかめちゃめちゃ中途半端な動画なって思ったんで、はい、まあこのもんでしょ、素人は。まあ、せやんな、うん、プロに任せるのがええよな。かわいい。でもみんな絶対こうやってくくって遊んでると思うねんけどな。どうなんやろ。あ、取られた。ほら、今ね、こんな感じなんですよ、髪が。痛い。食べる、うん、あ、食べたらあかんね、食べたらあかんね。はい、そうです。はい、ありがとう。はい、ということで、前髪編でした。前髪編でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。このままですね、正月に
いろいろ買い物した福袋とか、この後購入品紹介も撮っとこうと思うので、そちらの動画もまたお待ちいただければと思います。ということで、バイバーイ。久々すぎてもう喋れんくなってるやん。やばい、声もガスガスやしさ。バイバーイ。おいで。それ編集するの？うん、おいで。どうぞ。イエーイ。結構綺麗、綺麗、綺麗。お前が可愛いやん。うん。そんなもんやで。縦切りやってないのに。そこないから。こう、パラパラやから。あー、なるほどな。髪も知ってるやん。あ、こういうのって。で、これ横ちょっと出してきたらだいぶ違う。よくなかった。目入らへんだけでもだいぶマシやん。全然違う。OK。かっこいい。おまけ取っとこ。ジャングルジムで遊ぶ様子。シュー。っていつも生ですよ。シュー。あ、シュー。前からシューもできるし、座ってもいけるシュー。ここや。入れたら開けていいよ。うんうん。こんかか。よっしゃよっしゃ。あ、ハサミこれ危ないから。ここここだよ。家族大集合。そしてありがとう。じいちゃん動画止まったと思ってるけど、続いてね。あ、これじゃなかった、こっち。あ、これちゃう。あ、あ、あ、上手。あ、上手。これまさに。うわぁ、楽しい、楽しい。うわぁ、いいね、すべてやな。ハンバー、あ、いいね。あ、出かけようか。セカンドストリート行こう。セカンドストリート。あ、いけるけど。これで帰るで。あら、ブレスレット。行こう。行こう。安いの買ってこよう。ちょっとあれするわ。これはマウスは。うん。